ゼッケン64番山崎輝友2段。この山崎輝友2段は第1回のこのオープントーナメントに引き続きまして2度目の優勝を狙います。一方のゼッケン8番牢山初夫3段はキャリア10年初優勝をかけましてこの後の決勝に臨みます。この注目する決勝戦の主審は大山茂6段。はい、やはり山崎の蹴りそして大山の突きがポイントになると見ていいでしょうか。そうですね、早くも山崎が右左2発低いそして高い蹴りを見せました。決勝戦聞いてないですね。落ち着いてますね、牢山選手。キャリア10年、牢山。じっとその、山崎の蹴りを読んでおります。もう癖分かってますね、蹴って。はい、それで山崎が勝てば2度目の優勝、牢山が勝てば初優勝。今のいい前蹴り入りましたね、牢山選手。インサイドに決まります。低い牢山の蹴りであります。回し蹴りが出ております、牢山。脇腹に今度は高い回し蹴り、牢山。非常に前の取り組みですね。いいところに牢山の回し蹴りが決まってます。ちょっと牢山選手に、豪快ですね。牢山の右の突きに合って。政権焦点、左に対応上手いですね。左で牽制しておいて、右の突き、牢山。このあたり、いかにもキャリア10年のその、キャリアものが出てる感じですね。いかに癖を知ってますから、おかしいですね。でも、ちょっと落ち着いた方の牢山選手、今のところいいですね。そうですか。山崎選手、今のこう持っていき方、前足で下げて持っていき方、知ってるんですね、牢山選手。だから、かからないんですね、あれが。あれ一番得意技なんだと思うんですけど、山崎選手の。受けて、すぐ前足下げて、その前足で来た。チューいってますね、牢山選手は。立派な、立派ですね、ああいう試合の持ち方は。山崎は、準決勝で、いいマジなんですけどね、加藤俊和を下し決勝進出、一方の、牢山の方は、優勝候補と目されました。同じ加藤ですが、勝明選手を下して、この決勝に進出しております。残り1分となりました。3分間で争われております、この決勝戦。すでに2分を回っております。回って右の突き、鋭く決まりました。牢山です。もう一発、脇腹に決まりました。右の中段突き。いずれも中段突き、牢山。もう、山崎選手の前足の回し入れが入るのが分かってるんですね。ですからもう常に右手が上がってますね。そうですか。角度のいい蹴りなんですけども、受けが非常にうまいですね。残り2分を回った、はい、残り1分となったところで、牢山のあの再三の右の突きがポイントになってるでしょう。全部蹴りが受けられてますね、山崎選手。あと、決勝戦残すところ10秒を切りました。これまでのところポイントでは、牢山が抑えてるから、もうほとんど時間がありません。さあ、やめの太鼓がやがてなろうというところ。睨み合いです。今、やめの太鼓が鳴りました。さあ、果たして優勝は、牢山か山崎か。赤、3本でした。主審、大山茂自ら、赤、大山、初優勝であります。大山初夫三段、この第5回オープントーナメント、全日本空手道選手権大会で初優勝を飾りました。